この度参議院議員の再選挙に立候補いたしております宮口春子でございます。よろしくお願いいたします。私にとっては初めての選挙戦、その中でこのコロナの中での選挙、マスクの下の笑顔を見ていただくわけにもいかず、握手をして皆さんと力強さをもらうわけにもいかず、そんな中でこの私のことどのくらい皆さんに伝わるのかな、そんな不安も抱えながら今日選挙戦最終日を迎えました。皆様にお伝えしたいことは大きく2つ。まずはやはりこの再選挙になった理由、この広島県で大規模な選挙買収事件があったから、どうしてこんな問題が起きたのか、今の政治が一部の人にしか向いていない、それが原因だと思います。買収事件については、今回の選挙の結果で皆さん結論を出さなくてはいけません。私も含めて広島県民として一緒に、みんなで一緒に一票を投じましょう。そしてもう一つは、やはり今感染が広がっている新型コロナウイルスの問題ではないでしょうか。 PCR 検査がどこでも誰でもすぐに打てるようにならなきゃいけない。この市内と福山市内では薬局などで受けるようになってますが、無症状の人が感染を増やしている可能性を持っている。皆が早くその PCR 検査がどこでも受けれるようになるよう、しっかりと早く政策取り組んでいかなければいけないと思っています。小さな声を政治に届けたい。最初から私が皆様にお伝えしてきたこの気持ちはぶれることなく今も持っています。双子の育児、孤立しやすいんですよ。そして年子の育児、その時も双子と年子だけど産ませてほしいと両親に頭を下げてお願いして出産させてもらいました。子供からまだお母さんって呼ばれないような障害のある子供を抱えてきたんです。アレルギーもある、喘息のある娘も吸入器を持ちながらマラソン大会を頑張ってきた、そんな子供を支えながら育ってきました。どうして私こんなにいろんな思いをするんだろう。息子と一緒にこの世からいなくなろうと思ったこともあったんです。人に迷惑しかかけれない子なら一緒にいなくなろうって思ったこともあった。なんでかな、いつもいつも悩んでましたが、今ここに立ってそのことが分かりました。苦労している人、頑張っている人、いろんなことを抱えている人に少しでも近づけ、寄り添え、その思いを共にしろと神様からきっと言われてここに立ったんだと、私はそう今回気がつきました。だからこそ小さな声を